はい、どうも。したらね、あのね、今ちょっと思い浮かんだのが、うん、運転を始めてみて本当に思うんだけども、あの暗黙のルールが多いな。暗黙のルール、うん、この道の上っていうのはやっぱりその一番はっきり感じるのが、あのパッシング、あれどっちなんだろうっていう、どっちの意味で使う人もいるわけじゃないの。パッシングっていうぐらいだから本当は譲る方なんだろうけど、俺が先に行くっていうんでパッシングする人もいるわけでね。いるんだ。いるんだよ。でよく見るんだよそれを。なんかそれがやっぱ怖いわけ。やっぱ教習所で教わったね、事故がそのパッシング絡みで、要はそのパッシングされたから行っちゃったんだろうね。おお、自転車が。そしたらそのパッシングは俺が先に行くっていう意味のパッシングだったわけで、それで事故になっちゃったみたいで。あれは本来は行かせるんでしょ。そうでしょ。いや、そうだ。そこもさ、聞いたんだけど、教官に聞いてみたけど、やっぱりなんかね、はっきりとした答えが返ってこないわけよ。あのゼブラゾーンもそうだけど、安全地帯ね。うん、ゼブラゾーン、そう、あそこは流動体なのかなと今思い込んでるけど、そういうとこが明確じゃないわけよ。まあ本当は明確なんだろうけど、なんて言えばいいんだろう、万人が意識してやってないと意味ないわけじゃないの、ルールって。だってね、一人が正解を知ってても、正解を知らない人が運転したら事故が起きちゃうわけじゃない、そこで。だから難しいなーっていう話ですよ。はい、じゃあこんな